清水町は新型コロナの感染防止対策として今日から職員の時差出勤を始めました。清水町では勤務する職員を分散させるため、通常午前8時半の出勤時間を午前7時半から11時半まで5つの時間帯に分ける時差出勤を始めました。総務課では今朝、14人いる職員のうち3人が午前9時半に出勤しました。いつもの道路と事情が違くてなかなか新鮮な感じでした。1時間ないし2時間程度ですけども、ずらすことによってやはり感染防止につながると思いますので、これからも使える機会があれば積極的に使っていきたい。多少なりとも密を避けることができる、これが大きなメリットだと思います。私ども清水町、一番末端の行政組織ですと、やはり町民の方と接してなんぼというところもございますので、その辺が一番の問題かなと思っております。清水町は新型コロナの感染状況を見ながら、まずは3月31日まで職員の時差出勤を実施する予定です。